皆様こんにちは。福岡市長の高島でございます。今日は大変お忙しい中、東福岡特別支援学校創立50周年記念式典にご臨席を賜りまして、厚く御礼を申し上げたいと存じます。東福岡特別支援学校は閑静な住宅街と緑あふれる自然豊かな東区青葉の地に昭和39年に開校をいたしました。東部療養センター、青葉小学校、青葉中学校に隣接をして、それぞれの学校行事や地域行事への参加を通じて学校の垣根を越えた子どもたちの交流や触れ合いがなされております。また保護者、地域の皆様がパトロール活動にも大変ご熱心に取り組んでいただいておりまして、そのご活動は警察庁長官の全国表彰を受賞されますなど、子どもたちの安全安心な環境づくりにも大きくご貢献をいただいているところでございます。こういった取り組みによりまして、子どもたちがお互いに認め合い、支え合い、そして学び合う教育環境が作られておりますこと、また学校と保護者の皆様、そして地域の皆様が一体となった教育活動を長年にわたって実践されていらっしゃいますことに心から敬意を表したいと存じます。また歴代の校長先生をはじめ先生方の教育に対する情熱、そしてこれまでの保護者の皆様、地域の皆様の並々ならぬご尽力に対しまして心から感謝を申し上げたいと存じます。さて、福岡市は男性も女性も子どももそれから高齢者も、そして障害のある人もない人も、みんなが生き生きと輝ける街、みんなが優しい、みんなに優しいユニバーサル都市福岡を都市づくりの大きな柱の一つとして掲げております。10月4日から26日にかけましては、ユニバーサル都市福岡フェスティバルを開催をして、ハートフルフェスタ福岡や福岡市障害者スポーツ大会、ときめきセレクションなど多くのイベントを実施することによって、市民の皆様がユニバーサル都市福岡について考えるためのきっかけにしたいと取り組んでおります。私も開会式でご挨拶をさせていただきましたが、今月の5日に開催をされました福岡市障害者スポーツ大会では、東福岡特別支援学校の児童生徒の皆さんが、保護者の皆さんや先生たちの温かいご声援のもと、リレー競技では見事準優勝をされますなど、大変優秀な成績を収められたと伺っております。今年の11月には県内各地におきましてスペシャルオリンピックス福岡2014が開催をされますし、障害への理解、障害者の皆さんの自己実現、社会参加がより一層促進されることが大いに期待をされているわけでございます。福岡市といたしましても、市役所1階にユニバーサルカフェを設置をいたしまして、障害のある方々に元気に働いていただいておりますけれども、明るい笑顔での接客が利用者の方から大変ご好評をいただいておりまして、また私もお昼にはたびたび利用させていただくんですが、大変おいしい食事も提供いただいております。こうしたさまざまな機会を捉えて、また福岡市としても取り組みを進めていきながら、障害者の皆さんが生き生きと輝き、そして活躍できる場がますます広がっていきますように、ユニバーサル都市福岡の実現に向けて力を注いでまいりますので、皆様の変わらぬご支援ご協力をよろしくお願いいたします。最後になりますが、創立50周年という節目を契機といたしまして、学校と保護者の皆様、そして地域の皆様の連携がより一層深まりますとともに、東福岡特別支援学校がますます充実発展され、新たな歴史の一歩を踏み出していかれますことを記念いたしまして、お祝いの言葉とさせていただきます。本日は誠におめでとうございます。